橋本京子慶応元年8月9日は、幕末期の日本の女官。第120代、任公天皇の皇妃の一人であり、和宮親子内親王の聖母である。官職は天使。陽明おすめ、落職後は、官業員と合した。十二代将軍、徳川家吉時代の多くで絶大な権勢を、振るった上老を年寄り、姉が皇子、水戸半老女家の岩。 京子のおばである。京子は、文政九年に、ウリン家の橋本寂久の娘として誕生した。幼名は、お墨と称する。天保十年、金利の高級に上がり、天地の位を受ける。時の帝は、任工天皇であった。京子は、任工天皇の長愛を受け、種宮和宮親や内親王の一難一女を設ける。しかし、 高下三年初頭、仁皇天皇が宝魚の後、和宮が誕生した。天皇の手がついていた助官は宝魚と同時に、落食という宮中のしきたりによって京子は自発し、官業員と合した。これによって、高級を離れた京子は、実家の橋本家の屋敷にて和宮を育てた。この当時の近中及び、公家の生活はどこも苦しく、 朝廷からは養育料として合力米50国と銀20枚を歌しすることが決まっていたが、王女の対面を維持するには十分でなく、和宮幼少時の衣装は大半が仕立て直しであった。しかし、和宮のひもじかの儀の翌年にあたる安政元年12月、官業医に送られる賄い料の年10国のカズを幕府が許可し、さらに安政3年9月にはアリス川の宮への 入予したくりを幕府により増進されている。官業員は、和の宮のと共に、たびたび移居を経験しており、安政元年4月6日には、皇居炎上により、省連院に転居。安政4年1月28日には、父、実休の死に伴って、法教寺へ、その後5月24日に再び、橋本邸へ戻った後、安政7年2月23日に、桂御所へ意居し、 和の宮の腰入れとともに、江戸へ向かう。嘉永四4年7月12日、和宮が6歳の時、イボ兄である、孔明天皇の直居により、アリス川の宮たる人と新王との婚約が成立する。しかし、その2年後の黒船来航によって国論が上位と、開国に二分する中、幕府が目論んだ後部合体政策の一環として、和宮と14代将軍、 徳川家持ちの婚姻政策が持ち上がる。この演壇には、官僚院は、もちろんのこと、公明天皇、そして和宮本人も、大反対であった。しかし、幕府や、甲府合体派の度重なる要求に、天皇も和宮も折れ、たる人新郎との婚約は解消された。徳川家持との婚約が整うと、文久元年10月20日に、江戸に向けて出発した。 公明天皇は和宮に配慮し、江戸城へ、聖母の官業院、乳の田中富士、土御門富士子、女官の庭辰具子、橋本玲子、野富養部を同行させて、精神的な不安を軽減させたほか、転役寮の医師も数人付随させ、万が一関東の地で甘いを得ても、都と同じ治療が受けられるようにした。江戸に向かう和ズの未の,の大行列は、中仙道を経由して、 江戸城へ向かい、文久2年2月11日に江戸城を奥に到着した。官僚院と和宮は、14代将軍、家持の義母、天将院、家持の実母、実上院、13代将軍、イエスサダの聖母、本住院と対面する。そこで和宮は、いち早く京風から江戸風の生活になれるようにと、天将院、実上院、本住院らに言葉をかけられた。 御所風の生活を保障すると言われていた和ズ宮と、官業院、助官の土見門藤子、庭田嗣子、野虎は動揺する。計で、幕府が、朝廷に約束したことは、全く多くに伝達されていなかったのである。官業院らは、天章院の意向を無視し、和ズ宮の御所風の生活を重視して、江戸風の生活になれようとはしなかった。そのため、 大奥女中や天章院とのいざこざも少なくはなかった。官業院は、和宮以上に、大奥での生活で天章院を中心とする江戸法の女中と対立した。一方で、和宮の聖母にして、先帝の天示である官業院は、大奥において、上老上座の位を授けられる。下校後も、異教の地で、和宮を支え続けた官業院であったが、 現時元年秋頃より体調を崩す。江戸に常駐していた天薬料医師や幕府の奥医師たちが発行した用体書には、ご気欠ご不順、ご心痛、ご小水不利、水気、お手足麻痺などの症状が記されている。年末に一旦持ち直すが、年が明けて、慶応元年に入ると、再び病状が悪化した。夏の暑さに体力を奪われて衰弱し、 7月26日、28日、29日と、続けて、和の宮の見舞いを受けるものの、秋も深まった8月に入ると、いよいよ渋滞となり、8日に業態が急変し、翌8月9日に、江戸城にて死去した。去年40。官業院死去の事実は、新田つ子をはじめとした数人にしか知らされず、公式に発送された14日までは和宮にも、秘密にされた。 戒名は、業境院光誉まれ新月角影大師。遺体は五大将軍、綱吉の聖母継承院や七大将軍、家継の聖母月光院ら将軍側室と同様の待遇を受け、増上寺の徳川家墓所純別党竹連社に、寝館によって埋葬された。また、和宮を育てた功績により、朝廷から聖護院の追贈を受けた。環境院の公式な成居が発せられた後、 フランス領事ウユー部は10月30日付で、官業員様正居につきく闇状をフランス語文書にて送っている。官業員の墓所は昭和27年芝学園運動場拡張工事の際に発掘された。遺体は霧ヶ谷斎場にて仮装され、新しく移設された合奏墓に11代家なり5代所高大院、13代家エッ代5台所、 天神院をはじめとした徳川夫人の意外とともに、再埋葬された。将軍五代所や側室といった配偶者ではなく、五代所の母という立場で、徳川家の墓所に祀られている、唯一の例である。ありがとうございます。